ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。スカイハイさんのラジオ番組ダイブトゥーダニューワールドですけど、もう3回放送がねありましてね、1回目がキャリーパンミマさんで、2回目がみやびさん、サムライギタリストみやびさんで、3回目がダイスからですね、大野雄大さんと和田颯さんが来ていたんですよ。で、非常にね、特にダイスとスカイハイさんの関係性っていうのが非常に面白くて、ラジオですけども非常にね、ダイブトゥーダニューワールドが面白いので、ラジオ苦手な方もいらっしゃるかもしれないんですが、ぜひ聞いていただけるといいなっていうふうに思っています。で、タイトルとかにもしてあるかもしれませんが、ミュージックステーションとかについて のすごい面白い見解をスカイハイさんとダイスの2人の間で話をしてました。というか、スカイハイさんの方からの話っていう形ではありましたけれども、そう、非常にね面白かったんですよ。で、ダイス、そもそもダイスは活動して、10年目というかね、非常にこうボーイズグループ黎明期というところで、すごく頑張ってきてくれたっていうところの話をしてました。ABEX のアーティストだから、特にスカイハイさんとは世界ハイさんが先輩で、ダイスの皆さんは後輩にあたるっていう形が多く、で、ダイスの番組に BE:FIRST は出たりもする感じで、そもそも のきっかけとして、工藤大輝さんはザ・ファーストの方のね、合宿前の第3次審査の方に来ていただいていたっていうところもあって、特にその BMSG 箱推しの人たち、それからザ・ストミン、そしてもちろんベスティ、フライヤーズもそうだと思いますが、やはり、ダイスというと結構近しい感じというか、親近感湧いていらっしゃる人が多いグループだろうなっていうふうに思っています。もちろん実力もねすごいわけでして、ボーカルもダンスもね、そういうことですよ。で、いろんな話をしてたんですが、シトラスですね、あれがヒットしたわけですけど、ドラマのタイアップ曲になったっていうところだったけど、ただドラマが終わった後からちょいちょい歌い手さんとか、YouTube、TikTok はじめとしていろいろな人たちが歌うようになってきて、そこから盛り上がっていったっていうパターンで、いわゆる今流行ってるものっていう形ではなくて、本当にちょっとずつ聞く人がどんどん増えていって流行っていったっていう、本当の意味でのヒット曲だっていうことをスカイハイさんが言ってました。で、そのタイミングでいわゆるザ・ファーストテイクに出ることができて、そこでさらにバズったっていうところがあって、結構言ってみればタイミングとかいろんなものもあって、もちろんシトラスの歌のそこの魅力っていうものがあった上で、いろんなそういうタイミングとかに恵まれたヒットの仕方をしたっていうことを言ってました。謙遜かなって思いましたが、ただいわゆる配信限定でリリースをしたっていうところと、それでストリーミングで1億回を突破したっていうところとか、いろんな話題とかもあって、もともとその配信だけだったんですよね。だからこの辺のシトラスっていう楽曲がもともとは配信でヒットしたっていうところの流れっていうのは、もしかしたら BMSG および BE:FIRST としてもいろいろとそこの部分を参考にした部分もあるのかもしれないっていうふうに思いましたし、ある意味そのスカイハイさんとしても BE:FIRST を打っていくっていうことに関して、そのシトラスっていう楽曲のヒットっていうのは非常に何かの示唆になったというか、何かの強みになったんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、BE:FIRST にとってではもう本当に尊敬するリスペクトする大先輩グループでもあってね、もうすでにねいろんなイベントとか、いろんなっていうかTGC であったりとか、そういったところで話とかもしてるっていう話もしてました。なんかこうね、その時の楽屋での様子っていうのもあったんですが、それもラジオでね語ってましたね。はい、BE:FIRST にとっては良き先輩、スカイハイにとっては可愛い後輩っていう形なんだなっていう風にも思っておりますね。はい、花村聡太さんがスカイハイさんが自分のことを聡太って言ってくれていたのに、もうスカイハイさんにとっての聡太は俺じゃないんだなっていうね、BE:FIRST のソータなんだなみたいなことも言ってましたけどもね、ソータさん面白い人だなって思った、これはそのラジオの方じゃなくてね、ダイスの方の番組の方で言ってましたが、
そう、やっぱりその元々冠番組を持つっていうのも時間がやはりだいぶかかったっていうか、やっぱりシトラスっていう存在があったからっていう話はしてて、でダイスとしてはシトラスのヒットですごくバッて伸びたっていうところがあるから、そこのシトラス、まあこれね、結構そのベスティが言ういわゆるシャイニングワン先輩っていうね、シャイニングワンを超えていくっていう意味合いで頑張っていたわけですけども、そこにちょっと似てるなっていうか、まあある意味その歴でいうか、その深さで言ったらそのシトラスの方がやはり歴としては長いし、意味合いとしても深いのかもしれないんだけど、いわゆるシトラスに勝つためにそこに自分たちが今追いついていこうとしている段階だというところで、シトラスに関してもそこの力も十分に借りつつで、さらにそのシトラスを超える楽曲を作ってパフォーマンスを作っていきたいっていう、でその自信もあるしみたいな、非常に頼もしいことも言ってました。で TGC でもね言ってたみたいなんですけど、要するに他のいろんな人たち出ていたから、もちろんそのダイスを見に来た人だけじゃないから、でもシトラスを歌った時にその反応がいわゆるこのシトラスのいわゆる歌ってる人たち、この人なんだなっていう、この人たちなんだなっていうのが分かったみたいな話をしてたんですよ。で、まあタイトルにしていると思いますけども、ミュージックステーションについて何をスカイハイさんとダイスのお二人が言っていたか、そのダイスの和田颯さんと大野雄大さんが言っていたかって話で、つまりシトラスヒットしましたが、ここからスカイハイさんが本当に言ってた言葉そのまま言います。シトラス大ヒットしたんだけれども、なぜかミュージックステーションには出れていないじゃないみたいな、うん、なぜか出れていないっていうね話。そう、なぜかはね、スカイハイさんが分かんないんだったら、まあ私も分からない、ダイスのご本人たちも分からないわけですけども、ただいわゆるそれによってシトラスが消費されすぎなかったっていうところは利点だなっていう話をしてました。その発想は新しいなと、なんか古いことをやってるんですけど、試して合点的なねことをやってますけどもね。そう、音楽番組にいくらでも出れて、で例えばスペシャル番組とか年末の番組とかね、いろんな番組あるけど、いろんなそのいろんな音楽番組にミュージックステーションをはじめとして出れていた場合に、消費され尽くしていた可能性があると。ただテレビでそんなに出ないから、それが息が長く、まあいわゆる消費期限がだいぶ長い感じになっているっていうことですね。日本の悪癖とも言うべきかなって思っていますが、NiziU が売れ始めた頃にバラエティ番組に非常にたくさん NiziU が出てて、正直それで結構飽きちゃってる人が増えちゃったっていう時、そのあれはまああれね、JYP とソニーが絡んでていろんなしがらみがあったと思うので、まあ、どういういきさつでああなったかは分かんないけど、あれは日本の悪癖が出たなっていうふうに思ってるんですけど、そういった形の消費のされすぎ方をしなかったっていう、それに関してはダイスとシトラスもそうだし、BMSG、まあ、ザ・ファースト、ビーファーストもそうですね。注目はめちゃくちゃされてるんだけども、むちゃくちゃされてるんだけども、超むちゃくちゃされてるわけじゃないっていうところが、いいところだったって話っていうのもあって、そこって新しい視点だなって思ってて、そう、だからミュージックステーションとかにもう出やすい人たちっていうのはいるので、まあ、そこと、まあ、住み分けみたいな感じでもあって、均衡を保ってるみたいなことでいいのかもしれないっていうふうに思い直しましたね。だからいわゆるミュージックステーションに出ることができないっていう状況自体が別にそんなに悪いことではないのかもしれないという話をしてまして、それは本当にねもう合点を何回もしましたよ。外を歩いてて聞いていたんですけどね、この合点普通にしようとしましたからね、うん、ね、この合点のこれが昭和の香りがしますね、うん、そんなことも思いましたけれども、いやなんだかそういうね深い話もスカイハイさんのラジオではしておりましてね、なんかいい番組だなと思いましたっていう形で、まあダイスの話中心になりましたが、まあ、ミュージックステーションに関してのスカイハイさんの考え方が興味深かったっていう話をさせていただきました。はい、ダイスミュージックラボの方は4月27日は AAA の宇野ちゃんが出るそうでございましてね、宇野さんが出るそうでございまして、まあなんかなんやかんやで AAA とダイスね、こうなんていうか、まあ同じ ABEX のアイドルグループというかダンスボーカルグループですから、こうなんていうか近しいところがあるんでしょうね。うん、まあそんなことも思っております。はい、ダイスもね、BMSG 同様に本当に頑張っていってほしいなと思っておりますし、多分その BE:FIRST のファンベスティの方とか、フライヤーズもそうだけど、結構その
ダンスボーカルグループの、その男子のボーカルグループ、ダンスボーカルグループを好きっていう人たちは、ダイスもね、BE:FIRST とか同様に好きな方も多いのかなっていうイメージもありますんで、はい。まあ、BE:FIRST もね、スカイハイさんもお世話になってますからね、はい。そういう風な感じのことも思いつつの、情報でございました。まだね、ギリギリラジコで聞けるかもしれませんので、というか聞けるはずなんで、この動画撮ってる段階では、1週間限定なんですけどもね、はい。ダイブトゥーザニューワールド、ぜひ、聞いてみてください。面白いです。はい。はい、では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では、失礼いたします。言いたいことは、今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空